長崎大学医学部正門横に設置されている、共像。国友かなえ1月23日から1957年1月14日は、日本の医学者。1877年1月23日、大分県大野郡川上村に生まれる。1900年11月第五高等学校医学部、卒業。1904年7月長崎医学。 専門学校教授就任。1913年10月高等館3等に上任。1923年長崎医選の大学昇格ともに長崎医科大学教授に就任。1931年日本解剖学会理事長に就任。1940年長崎市会議長に就任。1941年県立長崎博物館長に就任。 解剖学の一分野である、発生学、とりわけ、日本人の胎児の研究を、生涯のテーマとして、国内はもとより海外においても、第一人者として知られる。こうした功績により、高等官一等生三位、訓二等の勲章に除せられ、1937年3月に、長崎大学第一回名誉教授の名称を、授けられた。長崎市議会議員として、 1945年10月には原爆の被害を受けた浦上天主堂の保存を長崎市会に定義した。被爆により壊滅的な被害を受け、廃校と判定された長崎医科大学に対し、小谷の公平らと共に GHQ へ陳情し、長崎医科大学の存続に尽力した。ありがとうございます。